皆さんこんにちは、フロマスクです。本日6月7日20時半からですね、今日もまた AR 系ですね、こちらをやっていきたいと思います。今回はラプターですね、小型の肉食獣を捕まえて、それを手なずけて、できれば島の中をいろいろと探索していければと考えています。皆さんもぜひ時間になったら遊びに来てもらえればと思います。以上、アフロマスクでした。皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回はですね、最近始めたツイッチでの生配信について説明したいと思います。はい、こちらですね、ツイッチという海外の、生配信専用サイトですね、生放送ストリーミング配信用サイトというのかな、日本でいうニコニコとか、あとはツイキャスかみたいな感じなんですが、ご存知の方も多いかと思うんですが、一応今アフロマスクはこちらのサイトを使って生放送ですね、実況の生放送を不定期で配信しています。一応今のところ3、4回ぐらいやったのかな。で、今のところ特に問題なく見れているようなので、今後も結構こちらのツイッチでの生配信はやっていきたいと思います。で、こちらなんですが、基本的にはサイトをツイッチとこれですね、ツイッチというふうに検索してもらえればすぐ出てくるかと思います。で、入れば多分このまま日本語に変換されるはずですね。で、ツイッチはニコニコとかツイキャスのようにチャットでもやり取りができるんですが、チャットに参加するためにはこちらの登録ですね、このツイッチのアカウントを作らなきゃいけないので、こちらの登録からここですね、ユーザー名、まあ自分の好きなユーザー名ですね、アカウント名入れて、パスワード、生年月日と E メール入れて登録してもらえれば登録ができます。この動画の説明欄にもアフロマスクのツイッチのチャンネルの URL は書いてあるんですが、一応この検索でアフロマスクと打ってもこのような形ですね、出てきます。で、一応過去に配信した動画もずっとではないですが、多分1ヶ月ぐらいは見れるんじゃないのかな、ある程度すると消されてしまうんですが、見ることはできます。で、こちらは YouTube でも編集して配信していくので、見れない方でもいずれはご覧いただけるかと思います。まあ、チャットの方もアフロマスクはプレイしながらスマホのアプリで、このツイッチのアプリですね、入れてあるので、そちらでいろいろとコメントは見れるので、まあコメントの意見とかアドバイスは結構採用というか参考にさせてもらいながらゲームを進める形になっています。そうですね。で、一応 YouTube の動画の方にも、ツイッチが配信されたときはこの YouTube の動画の左下の方かな、ここにちょこんとツイッチのマークが出て、なんかツイッチストリーミングナウみたいな形で出てくるので、それをクリックしてもこうツイッチの生配信がご覧いただけます。それで、一応ツイッチ配信する際はツイッターですね、ツイッターの方でも告知するので、ぜひ皆さんツイッターの方もフォローですねしてもらえると、いろいろと情報発信はツイッターでも最近は徐々にやり始めているので、そちらでもご覧いただければと思います。はい、ということでアフロマスクからツイッチですねのお知らせでした。